ファルト留学22日目。喉の痛みが治まらないのでお医者さんに診てもらうことに。マルタではまず病院に行くのではなく、薬局にいるゼネラルプラクティショナーというお医者さんに診察してもらうのが一般的。And how old are you? 26? 36, yes. 26, Are you coughing? Yes. Can you stand up? 診察はすべて英語で緊張したけどなんとかなりました。診察料と薬代合わせて49ユーロ。